クリミア州はソビエト連邦時代に当初ロシアソビエト連邦社会主義共和国、後にウクライナソビエト社会主義共和国に属した州。州とはシンフェロポリに置かれた。クリミア州は1945年6月30日にクリミア自治ソビエト社会主義共和国に変えて設置された。1954年2月19日に ヘレアスラフ協定300周年を記念して、ソ連の領土内の管轄変更として、ロシアソビエト連邦社会主義共和国から、ウクライナソビエト社会主義共和国に移管された。ソ連共産党第一初期のニキータフルシチョフが、ウクライナ融和策の一環として実現させたとされる。クリミア半島の都市のうち、セバストポリは国会艦隊の基地があるという重要性のため、 閉鎖都市となっており、1978年になって、クリミア州に付属された。1991年1月20日に実施された、住民投票により、クリミア州は、対戦以前の自治権を再獲得し、同年2月12日に、クライナ最高会議の決定に基づき、クリミア自治ソビエト社会主義共和国に改組された。1992年、 自治ソビエト社会主義共和国はソ連から独立したウクライナに属する自治共和国としてクリミア自治共和国に移行した。セバストポリはロシアの国会艦隊の基地が置かれる戦略的な重要性が再び考慮されウクライナとロシアの間で帰属が問題となったため自治共和国から除外された。1997年同志はウクライナ中央政府に直属する 特別な地位を有する都市として扱われることが合意され、この問題は決着した。ありがとうございます。